ストレッチばっかりで意味ないじゃん。聞いてる人がいちゃう。いや、あれ、一人おいてるけどさ、はい、もう、ヘナチョコまでやって、はい、ヘナチョコかヘナチョコじゃないかったらヘナチョコやったろ。そうですね。だからもっと、だやっぱもっと筋トレとかして筋肉つけといて、はい、やっぱ俺は男は室伏広治を目指して、女は吉田沙保里を目指すぐらいだと吉田沙保里、うん、あんま意味ないと思う。だからもっとちょっと極めて、吉田沙保里みたいな、はい、いっぱいテレビ出てるし、なんかあれや、筋トレの方法とかも多分やってるから、練習しといて、はい、上にこう壁張り付いてるの、あんぐらいの筋肉を見て、あれほんまにやってんの？あれですか？濃いですか？そう、あるそうなんですよ。ちゃんと今回もやっといて、はい、はい、見てたよ。俺思うんけどな、はい、これ無理やと思ったですよね。こう、はい、こういう俺がプロデュースする、はい、これでこうこういう感じでこうなんていうの、トリックアウトみたいな感じでやって、ほんでこう逆さまにやって写真裏返してやりましたっつって竹村に見せたら、多分竹村も「お前吉田沙保里や」っつって、はい、いい感じにやってくれると思うし、それやってみよう。わかりました。はいはいはい、いいよ、いいよ、ふざけんな、本気でやれ。あ、いいよ、あ、いいよ、よし、ちょっと写真撮ろうか、行こう。あ、俺いらんな。